すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです。ですね、先日ネットフリックス映画のですね、パレードというのがありまして、もう公開になってるんですけれども、それの試写会に行ってまいりました。で、パレード自体は非常に面白くて、ハートウォーミングなお話でですね、人の死後の世界を描いたもので、人は死んだらどうなるのかとか、幽霊とかあるじゃないですか。で、その幽霊たちっていうのはよくね、この世に未練があるからその成仏できないんだみたいな、そういったのがあると思うんですけれども、それは一体どういうことなのか、じゃあどうすれば成仏できるのかみたいな、そういったところを説いた映画という感じになっていて、非常に、面白くて、劇場でもね、みんなもうすすり泣きの嵐というかもうそこかしこからスン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 とものすごい音が聞こえていましたけれども、非常に映画的には本当にハートウォーミングで、期待を裏切らないストーリーというか、そんな感じがあってね、良かったんじゃないかなと思うんですけれども、お土産をたくさんもらいまして、その映画でね、お土産たくさんもらったんで、ちょっとお土産を紹介しようかなというふうに思います。まずね、これだね、石板渋谷のですね、ユーロスペースっていうところで試写会行われたんですけれども、キャスト登壇の試写会だったんですね。で、そこで長澤まさみとか坂口健太郎とかいろいろ来てたんです。監督も来てたんですけれども、僕は招待されて行ったんですけれども、なんと分かりますか、 A の9番、最前列ドセンターです。まあ、いったびっくりしちゃった。まあですね、正直言ってですね、映画は非常に見づらい席でしたけれども、長澤まさみがよく見えるという席でした。いや、もう半端ないですよ、長澤まさみのスタイルの良さが結構びっちりした、かなりタイトな体のラインが出るドレス着てたんですけれども、それでもね、どこの寸分のたるみのない美しさ、顔の小ささ、腰の高さ、すげえなというふうに思いました。写真が撮れればよかったんですけどね、写真撮影ダメよということだったんで、残念ながら撮れませんでしたけれども、いやー、堪能させていただきましたありがとうございました。いや、良かったです。もう他の人喋っててもずっと長澤まさみ見てました。キャスト登壇のイベントの様子は YouTube とかに上がってると思うんで、公式とかそういうので、そちら見てもらえればなというふうに思います。次、これですね、これはステッカーかな、パレード、ネットフリックスのステッカー、 Not for sale と書いてありますね。見えっかな、見えねえか、こっちにピント合っちゃってる、俺にピント合っちゃってる、うわー、見えねえか、ステッカー、ちっちゃめですね。で、これはなんかのカード、カード、あれ、こんなのあったんだ、あれ、これってやって今あんまり試写会に来た人用だから、知らなかった、こんなのあんの、分かってなかった。試写会へお越しいただきありがとうございます。試写会に来た人限定なのか分かんないですけど、ハッシュタグのこれをつけてキャンペーンをしていますと、X 等々 SNS でこのハッシュタグをつけてもらえると抽選で豪華賞品が当たるチャンスですって。一応これは見せない方がいいんだよね、多分、分かんないけど、試写会に来た人へっていう風に言ってるからだって。こんなのが入ってました、全然分かってなかった。そしてこれはですね、もう実際食べちゃったんですけど、試写会あったの昨日なんでちょっともう一夜明けてるんで食べちゃったんですけれども、なぜかですね、一応こう
から持ってきました。チュロス、チュロスが入っていました。チュロスの空き袋、これも一応パレード、シール付きということですね。なんとなくパレードのシールをつけて公式感を出しているチュロス、パレードのシールの貼ってあるキャラメルポップコーン、これも入ってました。なんでこれがもらえたのか謎です。別に映画と関係ないと思うんですけど、チュロスもね、ポップコーンが入ってます。でもう一つ、ネットフリックス水、ネットフリックス水もらいました。これは阿蘇の名水だそうです。阿蘇の名水のネットフリックスバージョン、なぜか入っていました。意味が分かりません。あとはまあパンフかな、パンフね。ネットフリックスなんであんまりパンフっていうのが、まあパンフっていうほどのパンフじゃないですけど、あんまりねパンフみたいなのは配られることがあんまないのかもしれないですけど、いろいろ一応書いてあるパンフレットですね。あ、でも結構いろいろ書いてありますね。こういうの見せていいのかどうか分かんないですけど、監督の言葉とかこんなのがあります。そんな感じかな。でこの結構かっこいいネットフリックスの紙袋に入っているってことですね。そんな感じでした。いっぱいもうごった返していてですね、試写会場はですね、いろんなところからのこの何キャンペーンというか、ここの媒体から応募した人とか、ここの媒体で応募した人とか、ここのキャンペーンで当選した人とか、まあいろいろあって、まあ僕みたいな人も何人かいてっていう感じでね、いろいろごった返してね、試写会場は大変なことになっておりましたけれどもまあなかなかでもね、良かったですよ。まあラブホテル街にあるちっちゃい単館系の映画館なんでね、難しい、行きづらいっていうところもあるかもしれませんけどね、もし地方の人とかはね、なかなか行きづらいかなっていうところもあると思いますけれども、まあ単館系で頑張ってますよというところもあって、近場ですぐそこで見た長澤まさみはもうちょっと凄まじかったよということもありました。ということで、今回ですねパレードの試写会に行ったらいっぱいお土産もらったよという動画でした。ありがとうございました。パレード自体は非常に面白い映画なんで、まあ、ネットフリックス、独占配信の映画ですけれども、ぜひネットフリックス入っている方は、まあ、チェックしてみたらいかがでしょうかという感じでございます。それではバイバーイ。